トモコさん転びました。あ、やばい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 、違う違う違う、引火しちゃった、引火。あ、やばい、なんかこういう時は冷静に冷静に火を落としてた。すごい先からあの白鳥が飛んでいく声が聞こえますね。でなんか、いやもうなんか白鳥の声聞くと冬なんだなって思います。ちなみに秋田のビシュランマン飲んでます。いや本当は大好きなカンカイ食べながら飲みたいんですけど、テントの中でやっぱ食べ物食べるっていうのはね、ちょっとクマ呼んじゃいけないんで今日は控えます。五島五町のその町上って小僧あるんですよ、うんうん、そこに肝試しに行った時に、うん、明らかにね、うん、目の前をね、うん、だっ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 てね、うん、行ったり来てるし、しかも足音遠くなったりこう近くなったりする。その銅像の周りをね、うん、歩いてる音がね、私別にそんなに霊感あるとかじゃないんだけど、他の人は聞こえなかったの？あのね、もう一人だけ聞こえてたみたい。でもそいつがこれお休み。ただいまの時刻午前3時18分。一応温度計で 2.1 度ってなってますけど、膜内の結露が凍ってしまって、寝てたら、もう冷凍庫状態になっちゃった。それで、今仕方ないんで、火つけました。あったかい。まあ、多分このまま朝まで熟睡ってことはもうないと思うから。火つけて火見ながらインストしてるわけじゃないんでね、あの入り口にこう入るか入らないか狙いで煙突は外に出して幕に触れないように静かに火を燃やしてます。本当は今日インストールする予定だったんですけどね、ちょっと準備不足で、まあ本当いろいろ予定通りにならないもんですね、キャンプって。でもそれもまた楽しいですよね。おはようございます5時4分を回りました。いや、あの薪ストーブつけてるおかげでだいぶあったかくはあるんですけど、この壁面見てください。これ
バリバリ聞こえますか？凝ってます。私いい温度計持ってないから正確な外の気温が分かんないんですけど、まあおそらく氷点下でしょうね。この感じから行くと。あらら、めっちゃ氷落ちてる。これごめんね。いやー、結露が実際凍ったって感じですね。結露が凍ったんですね。コロ大丈夫か。コロはこの通り車ってます。湯たんぽもやって、私の枕も奪い取ってぬくぬくしてます。まあまだ今雪降ったりしてないんで、まあこうやってオープンしてインストールしないまでも薪ストーブを置くとだいぶあったかいですね。今幕内 11.5 度あります。これつけた時なんかもう安い温度計なんで、おそらくもうバクってたんですよ。で、一番寒い気温で幕内 0.9 って書いてましたね。まあそっから11度なんでね、もう10度以上上がってるんで、もう全然違いますよ、威力が。ただものすごい巻く、本当にすぐなくなっちゃう。こうね、ガンガンなんですよ。こうこう、もう巣にしかもほぼ残ってないから仕方ないです。すごいですよね、燃え方が。ああでもいい匂い。なんかばあちゃんとじいちゃんの家を思い出すな。あー腹減った。ほっとけ。カチカチや。実は前回習いから100均マグ実は卒業してたんですよ。とうとうロゴスのマグカップを買ってしまった。なんかロゴスだなんてね、おしゃれだよね私にさって思ったんですけど、ただ単にホーローマグって検索して一発目に出てきたのがこれだったんですよ。それで買っちゃいました。大したいいですよ。ああ、ね。なんかここの水道水やっぱこう
温泉なのかな、味が若干違う。うん、めんどくさいから手ちぎりでいいよね。いい、同じ同じ食えばいい。野菜食うだけマシ。ああ、もうちぎります、ちぎります、めっちゃちぎります。もうレタスじゃねえよ、白菜もすごい冷たい、パリパリだね。別にクーラーボックスに入れてなく車に入れてただけなんですけど、しゃやめろ。あんたなんでそうやって鼻水かけんの。食べた、鼻水かけんの。さきっとな、危ない、ほら危ないから、鼻燃えるよ。いいの、すぐ巻きも使い果たしそうだね。もう詰めるから使い果たそう。これ今昨日の炊いたご飯食べれなかったんで、温めてます。もう実は夜中の2時からずっと腹鳴ってたっていう。なんか色がおかしい。ちょっと味濃くしよう。いいべ、今日ぐらい。でかいよね。ドゥワンドゥワンドゥワンね。はい、1回戦目。ああ、いただきます。マジで腹減った。うんうんうん、米まずい、米まずい米超まずい、なんだこりゃ。これダメだな、ちょっとお湯かけて。お湯かけて、米まず。ポンモコさんからフレンチトーストいただきました。嬉しい。箸で食うね。皿がねもう凝っちゃってる。もう、あ、しゃく、あ、おいしい。うん、おいしい。うん、うまい。
あ、私チャンネル登録してます。面白いよね、うん、あの子文章力がすごい、綺麗にやってるしさ、いろいろ若いのに。あれ、まるみのキャンプわかります？うん、まるみちゃん大好き、かわいい。キャンプは忘れ物がつきもの、うん、忘れて当然。キャンプは2回戦いきます。YouTube 魂を忘れるな。